役職をお選びください。選択しさ、ない場合、いや、余っている書か役ないでく職んがない？ランダムで振り分けられます。あなたの役職は人狼です。夜が更けました。人狼の夜のアクションを行ってくださいお、ひろちゃんさんと初めてです。お願いします。あ、はい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 、どうします？まあ自由にやりますか。自由にやりますか。はい、了解です。お願いします。ひろちゃんさん優しいですよね。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。いや、まあ通報しとこ、こいつ通報しとこ。準備運動はここまで。意外なこと言ってんじゃねえよ、まあ。昨夜は誰も死にませんでした。発7番のプレイヤーが発言します。おはようございます、村人陣営です。チレンジチンしてました。そうですね、音うるさかったら申し訳ないですが、進行論、なんか決め打ちが強い盤面もあれば決め打ちが弱い盤面もある。つまり常にこうやっぱ視点っていうのは進行してな、あのもう決め打ちっていうか頭が凝り固まってる人はやっぱ弱いですね。で常にこう毎週毎週視点をこう更新していくっていうところですかね。あと結構何ですかね、発言力強い人に流される傾向あるんですよね。でもよくよく聞くとなんかご両親なだけで結構理由ないんですよね。そういう発言力の強い人って。そういうところを重視して聞いていきたいですね。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営です。なんだろう、直近の7番は、なんか違和感かなって思って。いや、ごめんなさい。言葉に出せないからこそ、これ言う必要もないと思うんだけど、7番はすごい違和感だと思ってる。7番言ってることをまとめると、結局して、思考ロックしてる人が、まあ、弱いっていう体と、流されるなっていうところです。流される、その強い人にのところをしっかり見ていくっていうことでしょ？なんだろう、すごい違和感を感じたなって。ごめんなさい、これは黒要素でも何でもないんですけど、違和感。それぐらいですかね。はい。以上。特にありません。9番のプレイヤーが発言します。どうも皆様こんばんは。9番のスキラと申します。8番さん、8番と7番さんのことはもうデフォクロっていう風な発言でいいんじゃないですか。デフォクロ。7番さんはもうなんか黒いっていうのはもうなんかわかります。デフォクロ。なので7番さん申し訳ないですけども、2周目に伸びないのであれば、7番さんのグレーを聞いて、グレー幅を聞いて、それで伸びないのであれば、7番さんの、ことを経費ずりとまで言いませんけども、7番さんずりを行いたいなと私は思っております、今のところというところでしょうか。8番さん、そこをズバッと言った方が良かったですよ。それは7番さんが言う発言が強い人に凝り固まって進行されるのが嫌だって言ってるので、8番さんは7番さんを仲間にしたいんですか？7番さんとスリスリしたいのかなってちょっと思っちゃったんですけど、でも7番さん白かったなと思います。8番さんがと思います。1番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます、村人陣営です。直近の9番に思ったのは、7番白いなっていう以外は全部理解できたかなっていうところ。8番に至っては7番の精査をするのはいいが、自身の持論がないとダメだと思っているかな。7番ばかりに触れていて何か違和感、結局のところ何かを言えてない時点で自分の持論を述べなさいよって思ったかな。7番に至っては他人事のように喋っているから、もう少し自身の自分をハキハキと喋った方がいいし、こうしてほしいですって言い切った方がいいかな。なんか他人事のように喋ってるようにしか思えないから、マジ7番のそのなんか色、2周目をそんな感じでグレーズリやったら7番行こうかなって思っているかな。
だから9番の厚書きっていうのは良かったんじゃないかなと思っているかな。一番黒いなって思ったのは8番以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、いや7番から1番の間で一番お金ありそうな一番なんだけど、うん、まあ、結局7番経費、8番が黒い、うん、そうかって思うんだけど、うん、あの後半一にお上いいかもしれないんだから、なんでわざわざそんな、なんて言うんだろう、7番8番の経をしないんだろうと思うんだけど、後半にお上1とか言って、うん、そうだね7、うん、まあ、お上ないと8でもいいかみたいなね、雰囲気になるから、うん、なんかちょっと、うん、もうちょっとケアした方がいいんじゃないかなって思ってますね。はい。まあそこは9番さんも一緒なんだけど、まあ、1番さんが人とに出てたなと思ってます。まだね、後半にいるかもしれないんで以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。6番さんランダム白でした。でまず7番のね、人物像に対してみんな考察を落としていってる状況なんだけれども、まあ別に7番の処遇は2周目で良くないって思うし、あの8番はわりかし村かなと思っていて、あのフィーリングで違和感って言語化できないから言わない方がいいかなって自分で懸念してて、そこ叩かれる要素っていうのを分かっておきながらそれ言ってるっていうのは、8番は狼行動じゃないと思ってるし、9番に関しても7をデフォグロって言い切っていて、伸びなきゃ釣りって言ってるんですよ。で、1番の9番に対する7が白いなが理解できなかったって言ったけど、多分9番っていうのは7が黒を打たれた時とか、決め打ちになった時に村がミスってしまうし、7自身がそれを跳ね返せないから初日は7つってもいいんじゃないのっていう9番の意見だと思うから、ちょっと1番の組み取り方が違うかなと思っていて、まあ2番は1番が狼要素足り得るっていうのは、まあ現状の話聞いてる中だとそう見えるのは、まあ多少は仕方ないかなっていう、後半1にいる可能性があるっていうのも。4番のプレイヤーが発言します。はい、4番です。私はあの霊媒師ですね。霊媒師です。はい、うん、まあどうですかね。3番さんなんかすごい頑張ってたなって思うけど、うん、まあ、僕はその9番さんがあれだよね、ならもうなんかデフォグロやし、もう釣りたいなって言ったんだけど、最後7白かったって言ったんで、これ意味がちょっとわからないなと思って、うん、ちょっとよくわからなかったな、9番さんはマジで。何言ってんのって思ったんだけど、そこはあんまり突っ込まないんだなと思うし、なんか前喋った人が黒いって、なんか1番、2番が言ってる感じだから、なんかさっぱりわかりません。これわかりませんよね。でも、まあ、3番さんはなんか若干真なんかなと思ったけど、まあ、ちょっとかもしれんけどってとこです。以上。5番のプレイヤーが発言します。はい、自分が真の占い師、8番白です。霊能が2枚出てきた場合は釣り切ります、必ず。騎士さんはグレーズメーター7番その位置で出てください。対抗の3番は、まだ強かろうかっていう精査はまだ落ちてません。ただ、7番に関しては2周目1かなと思ってるけど、俺は9番か1番を釣りたいです。9番っていうのは、まず8番に対して、俺の白先とか関係なく、9番って、8番に対してアドバイスしてるのが、もう視点透けしてる狼もあるのかなと思ったし、結局発言の最後で8番は7番にすり寄ってんのかなって、すりすりしてんのかなっていう発言残したけど、8番って7番を言語化はできないけど、怪しいと思う。そっから言語化をなるべく頑張ってしてた人物やから、それですりすりしてるっていうのはおかしいし、1番っていうのはそこで、9番の最初のところ以外で真っ当やったよって言ってるけど、9番のその発言ってなんでおかしく見えなかったの。はい。2番に関しては白要素黒要素取れず、あの発言が聞こえないです。精査不能です、2番は。はい、以上。6番のプレイヤーが発言します。そうですね。まあ、占い師ですがね。4番白ですね。7番釣りましょう。うん。みんなが黒いと思われてる人を釣ればいいんですよ。占い師は、貯金の5番とあと誰ですか？もう一人いるみたいですね。5番の話から対抗で。釣りましょう。その2人をね。で、うん。まあ7番占って、7番黒でしょう。
おそらく、みんなから黒いと思われてるんで。ということで、今日は、まあ私以外を釣りましょう。まあ私の圧倒的な真の要素ありますね。3人目に出る占い師は真ですね。これはもう、この人狼ゲームのもう、教科書に書いてありますね。3人目こそ真ですからね。私を、はい。7番のプレイヤーが発言します。8番さんも占いですか？8番にしろ、8番にしろ。はい、わかりました。ということで、3がムラスラね。俺、ムラスラ嫌いなんだけどな。まあいいや。8が2白で、ちょっと追加しとこう。8が2白で、5が8白。白、はい。そうね。まあ俺は、昨日矛盾したやつと思うね、一番。話、8に同調して、7は SEZ でね、絶対7から、最終的に7は白っぽい。8を釣りたいって。あなた7、8どっちやねんっていう感じで、かなりね、嬉しい。場面的に無理だと思うんだよ。で、これさすがに初週で3人目でこんなブレる村人はいない。村人というか村人はいない。なので、で、これだけ人外出てるから、4人出てるわけでしょ ?4 人の中に狂人いるはずだから、9はもう狼で確定と。確定っていうのは良くないけど、9は狼夢で見て。で、今日は、まあ、占い三神王なんで、三人どこから行くかなんですけど、まあ、8がここで4人目で出てくる、新芽が上がっていて、で、6番さんの昨日というか、私の前の、私が3人目の占いです、とかっていうのは、まあ、非常に強靭目が高い。したがって、8番のプレイヤーが発言します。はい、潜伏にしろ。五郎六強かな。わからん。六郎でああいう発言ってか、六が何言ってるかわかんないから、切磋できないかなと思って。出方的に六、三使用状態での六がわざわざ出るメリットがないと思ってるかな。六強。で、五番郎。で、七番も何言ってるかわからないんで、よくわからん。四人出てるとか、よく意味がわからない。切磋できません。で、牛馬に関しては、わかんない。俺と同じデフォクロだと思ったのかわかんないし、結局牛馬何が言いたいのかまとめてられてないからわからない。一番に関しては7白いって言っていながら、まあ、結局他人事のように話してる感じからしてっていう時点で、一番は何かしら7番に違和感持っているんであれば、俺と同じ視点で向くと思うんだけど、まあ、8が一番黒いらしいんで、よくわかりません。3番のムラスラはよくわかんない。する必要があったのかか、状態がわからん。あなた目線めちゃくちゃ怪しい人がいるんであればムラスラするべきだと思うけど、特に話の内容からして、めちゃくちゃ決め受ける要素がない状態で出てくるメリットがわからないと思ってる。全員怪しい。7に関しては精査できない。9番をまとめて話してください。1番に関してはそこは違和感。3番に関しては出るメリットがないと思って。それだけ。以上。9番のプレイヤーが発言します。一つしたのかな。初週の段階で1番さんに指摘されてみんな言ってるんだけど、7番白いって言った後に、あ、間違った。8番さんが白いんだったって俺言って切ったんだよね。届いてなかったんだ。まあいいや。で、3週なんで僕の評価を言っときます。8番さんになんか無駄になんか、まとめてって言われたんだけど、一周目は白いなって印象があった。7番さんのことをね、何とも言えないっていう風な感じで。でも5番と6番と8番、唯一6番さんの白先わかんないんだけど、ただ3番さんが6白打ってるんだよ。8番さん。3が6白打ってて、で3番さんムラスラ起こしてんだよ。何をしてるんだろう3番さんってより、3番さんって完全にグレーだったら釣られるじゃん。だから3番さんなんて、もう最終的に釣るっていうよりも、もう占い位置でしょ。今日占い師の。って思ってんだけど。僕も言っときますね。5番、シンかなって思ってる。5番シン、8強。もしくは8シン。8番に関して新強。
で、5番は進路、6番進路だと思ってるけども、連携取れなくて6番さんが出てきちゃったっていうのがあるのかなって若干思っちゃってるかな。その理由は8番さんとかに申し訳ないんだけどさ、8番さんが唯一その二世軸っていうよりも全部わかんない精査しないからだね、グレートの。5番が狼だったら6番が狼だ、わかんない、それはわかんないのかもしれないけども、ちゃんと言ってくれないとねって思ってる。なので、5番は残し、だから8番が白結果だから6番に投票します。以上。1番のプレイヤーが発言します。直近の9番の言ってることがよくわかんないんで、5番つってもいいんじゃないかなって思っているかな。別に5番に黒要素を見つけたわけではないが、9号ありそうだなって思ったら、9番の8番の強靭ありそうって4番目に出る強靭って何のメリットがあるんって思いながら聞けて、意味がわからんなって思いながら聞いてましたけど。7番に言いたいことがあって、7番って、9番から、その、なんか言われた言葉を、俺が言った言葉を9番に捉えてるから吐き違えてんなって思いながら聞いてた。それ9番言ってねえよ。1番が言ってるよって思ったかな。8番黒、俺が言いましたけど。はい。で、6番の白崎は4番でしたよ、確か。9番黒いなって思いながら聞いてましたけどね。8番の巨人はありえねえし、1番ねえし、6番連れる、あれも、うん、あ、いや、分かったな。後半一応聞くけど、9番が怪しすぎるから、俺5番行こうかと思ってます。8番の求人 100% 大丈夫でしょ。老化、死んでしょ。2番のプレイヤーが発言します。9番が怪しいから5番ってどういうことですか。5番って急所じゃないですね。8所だったんで。6番でいいんじゃないかなって僕は思ってますね。まあそもそも5番が死んだ時、8、8、9、6、6番が白出た時、5番破綻。うん。6番でいいんじゃないかなと思いますね。6番って、三四目で出たって言ってたね。難しいな。まあ、4人目でも、巨人で出る場合はありますね。うん、正直。あ、ちょっと待って。3番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、占いで1回出たのは後半1に、ラストプラスポジに白刺して、まあ、スラして、占い近くとかになればいいかなくらいに思っただけです。特にそれ以外の理由ないっすね。で、まあ、どうなんだろう。6番の芯はないかなと思ってるけどな。5番が芯っぽいかなと思っていて、まあ、その6番のまず芯切れる理由が、3、4目でできたから芯で見てくださいね。それ芯しかないって別に、芯占いだったらそういうところで芯アピールしないで、グレー精査だったりとか、占い値とか、投票とかそういうのもろもろ含めて、村は進化どうか判断するから、それって傲慢すぎるなって思ったから、まあ、6釣りは別に賛成かなと思っていて、あとね、4番さんに言うけど、9番が言っていたのは、多分俺が説明した通りだと思うけど、7を釣りたいって、でも7は白いと思うよっていうのは、7が村で黒を打たれたら跳ね返せない人物だから、初日はグレ釣りだったら7でもいいよっていうことを言ってるだけだから、別に9の言ってることって別におかしくないと思うけど、2周目は別に9番おかしくなかったし、結構強気な発言で9はラスウルには見えないかなと思ってる。9番って結構目立つ発言してるし、どうなんだろうねって思うけど、でそうなってくると5番が初週の段階で9が8への視点付けっていう 9番に対しての叩きが、自分は9が村だと思ってるから、
高級でそれはやらないと思ってるんで、若干5の方が神明かなと思ってる。8番はなんかゴニョゴニョしていてよくわかんないし、全員にヘイトをばらまいてる感じだから、神教かなと思ってるから、現状8教、6老、5神かなくらいに思ってますよ。まだちょっとわかんないですね。まあ発言聞いてから決めます。はい。4番のプレイヤーが発言します。そうですね。うん。まあどうしようかな。まあ、6番さんから言った、その、まあ、説明書によると、その3人目に出てきた占いが真だっていうことは、8が真になるよね。あんま4人目だけど、まあ、8が真になるよね。で、まあ、考えようによっては、3が6に白打ってて、で、まあ、そうだな。例えば、5、6、ロー、ローで、5が8に白打ってて、で、3の空見えてて、6が4に白とかね。って言ってんのかなと思って、うん。でも、あえてそんなこと言わないよね。5で黒打ちました。つったら、クロストするって言いそうだから。5、6、ロー、ローで8死んだったら怖いなと思ってるよね。多分誰もそんなこと考えてないと思うけど。でも3番さんなんかあれだね。いい感じだったね。スラとかしたけど。でもスラしたからってなんだろう。でも考察的には白かったよね。普通に。どうしよう。僕は5から行ってみたいかな。どっちかっていうと、うん。5番のプレイヤーが発言します。4番に関してアプリ消してこいと思ってるし、まず俺は1番か2番がおかしいと思ってますよ。1時点で8番って新郎地でしかないって言ってるけど、あの段階で3番、5番、6番が出てました。で、6番が圧倒的に真を取る気なかったでしょ。そうなった場合って8番って絶対にどっかしらすらあると思って8番って出てるし、なおかつ2番っていう人物が一番色落ちた人物に対して白落ちしてる。なおかつ2目の発言で、6番が狼やったらああいうムーブは出方はしないでしょって言って、8番という人物は5番が狼、6番狂人って言って、3が分かんないって言ってるけど、あなた視点で3号ローやったら3が6に白を打って、で、俺が占い出て3番がスラするんですか。だから8番ってヘイト向けてる狂人でしかないから、1番がそこで進路位置っていうのっておかしいんですよね。はい。6番の軸を、6番が狼やから、6番って初心の段階で7番にしかロックをしなかったんですよ。7番が黒でしょって言って、それ以外の交差と全部放棄してるのに、1番って5級が見えたから5番から行きたいって発言がめちゃくちゃおかしいし、2番に関しても、最初に1番のそこがおかしいと思うやったら、じゃあ結局、今日は6番釣りだとしても、グレーで1番がなんでおかしいって発言できなかったの。2番という人物は、やっぱり2番もおかしいと思ってますよ。7に関しては、発言で白予算ないっすよ。ただ7番ってもう9番にしかヘイト向けてる人物しかないし、仮に3、6、6やった場合って3番が6番に白打って、6番が占い師で3番がムラスラスしますか。8番が出てなかった時、3番って絶対釣られますけど。はい、以上。6番のプレイヤーが発言します。こんなのはもう明らかに3、8、ロー、ローでしょ。ご狂人。3番が8番でしたっけ？白を出して。私が出てきて私の真が分かったから3番がスラした。そこで8番が情報釣りのために出てきた。ご狂、8、ローと考えるのが正しい占い師。教科書に載ってますよ。はっきり言います。もうこれ、8、3しか考えられませんよ。じゃないと、私を情報ずれに持ってくる作戦です。5番狂人、8、3、ローローってどこでしょう。8番はずっとわからない、わからない。あなたがわからないっていうことは、あなたがローってことでしょう。精査もグレー精査もしない。口癖はわからない。私はあなたのことがわからないです。真の占い師はしっかりとグレー精査をし、しっかりとロー位置を、そして強位置を言い当てる。真の占い師の器ではありませんよ。5番狂人、38ロー、ロー。
もう私はわかりますよ、あなたと違って。5番は、ペラ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 、グレー星座並べる狂人でしょう。ま、五強、八三ロールで考えれば、自然に私を情報釣りしようというのが、もうスケスケレベルです。透明すぎ、透明のカーテンすぎて、あなたたちの家の中、見えちゃいますよ、三八ロール。狼軍団、自爆しろ。時間の無駄だ、八釣り。全部。その疑いには、どんな根拠があるのか。おちゃらけ人狼殺だからね。うん、進路のまだやってる。うん。毎日あるから。奇跡。奇跡あるもん。6番のプレイヤーが発言します。まあ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 、私の芯を追ってる村がいるんですね。やはり3人目に出たこの圧倒的な芯の感じね。まあ、五強人八三老老ってどこでしょうね。まあスケスケレベルすぎて笑っちゃいますよ。まあ3番と8番は私に入れてるでしょうね。言い当てられて、385のハッピーセット、それ以外ないでしょう。まあ、私の勝ちですね。諦めろ、38軍団。自爆しろ。時間の無駄だ。5番のプレイヤーが発言します。てか、俺噛まれても一番、多分、一番ずつってね。一番ってなんで俺に入れてんの？6番って、もう思いっきり強靭ムーブしてる狼やし、それで6番の芯をどこで追ってるんですか？俺が1番に対して言った考察って何一つ間違ってないし、8番って、あの段階で俺は初週の段階で2番が1番色落ちてない人物ですって言いました。そこで8番にしろって、それで8番って5番がローで6番強靭と言った理由も安直でしかないし、グレーに対しての考察のヘイトの向け方も全然わからないって言って、いろんなところを殴るだけですけど。それで9番がおかしいって1番がおかしいって言ってるんです。で、なおかつ9番に対して黒塗りが不当で5球ローとつなげて5番を釣りに来てる構図がもう6-1しかないと思ってますけど。はい。6番の発言でどこで芯を追ってるんですか？何をしてるんですか？ほんま。やばい村でしかないと思ってるし、結局8番の教授も俺に言ってるけど、絶対6番言ってください。以上。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。遺言を発表してください。しっかり門番守ってね。色結果出るから。5番が破綻したら5番強靭、8番ロー、8三ロロってどこでしょ。もうスケスケレベルの、もうね、本当にプライバシーもないくらいですよ。透明じゃないカーテンじゃなくて、ちゃんと色がついてるカーテン買いなさいっていうぐらいね、35ロロ、38ロロ5強がもう見え見えですよ。そして私を情報釣りね。本当に情報釣りでやられる村って多いです。とりあえず絶対に騎士は4番守りね。それをしないと村は勝てないですよね。私の色結果を必ず伝えてくださいね。白ですから。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。ただ盤面上はもう多分3日目きついんだよね。もう人狼を読まれるとっていう。強靭位置があと分かんないから、強靭も困ってると思うけどこれ。昨夜は1名の方が亡くなりました。3、4番のプレイヤーが発言します。はい、8番さんが白、うん、
七白、うん、子は七白、うん、まあ、あれですね、6番さんはね、黒でしたね。6は黒だったんで、うん、そうっすね、うん、黒やったんでね。でもこの村で5番と6番で5番に入れる村の方が俺マジで驚いてる。5は5と6比較してなんで6番強靭風に見えたってことだ。6番があまりにも適当すぎる。3噛んでるのってなんでなんやろね。うん、3はあれなのかな。3騎士やったのかな。3騎士や、いやでもそれだったら5、6で6番釣れないから、ね、俺驚いてんだけど同票になったり嘘でしょ、うん、って思うんだけど。2番が騎士かな。あ、それはまあ別にいいから、うん、今多分騎士かな。よくはねえから、うん、バックのテレビの音は消した方がいい。話してる間だけで。5、6、ローローやない。話してる間消さないとノイズになってんだ、みたいな。違う。8進の5。まあ、まあ、それはないと思うよ。狂人は、俺押さない狂人いたらやばいと思うよ。うん、ただまあ、信教だからね。だから多分、俺に出てる方に狂人がいるんじゃないかな。どうしようかね。だから3番狂人の可能性はあるよね。のプレイヤーが言ってる教授いたら俺やばいと思う。俺どうやって死んとんの。1番詰めて終わりかと思ってますけど、3は騎士でしかないから。3番があの段階で6しろって普通の村ですらしたら必ず釣られるし、だから俺は3番って除外してましたけど、そもそも36の世界線なんかないし、4番はちゃんと発言を聞いて精査するべきやから。6番の発言聞いてなんで6番行かなくて俺を真を殺しに行ってるんですか。はい、1番行きたいですけど、俺は7番を7番の占いに変えた理由って、7番って結成になった時になんで俺に入れたかが分からなかったんですよ。6番って思いっきりシーン取る気なかったし、あの時点で1番に対しての俺は精査全うでしかない、なかったのにもかかわらず、7番ってそこで俺を釣れると思ったから5番を入れたかなと思ったから7番占いなんですよ。ただ2番に関しても色落ちはないけど、1番の西目の発言が黒すぎたかなと思ってます、やっぱり。はい、だから1番釣って終わりやと思いますけど、8番を釣る必要はないです。はい。確実に勝つんやったら8番釣って5番を占えばいいです。ただ、8番釣って俺がもし万が一噛まれた時は俺は1番で終わると思ってますよ。1と2のランでいいと思ってます。そこに関しては。9番が狼やった場合って初週はおかしかったですよ。だから2週目で9番って、その精査が一番まっとうな人間で、それ以上に1番がおかしいし、2番も結局6番を釣るところまで行ったが、結局1番に対して最初突っ込んだのにもかかわらずグレーで怪しい位置を1番って向けきれなかったところが2番もおかしいと思ってますよ。ただ単体精査したら俺は1番で終わると思ってます。はい、4番さんはやからグレーから行くなら1番から行ってください。はい、以上。7番のプレイヤーが発言します。はい、騎士いたら一応出た方がいいと思いますけどね。まあ、3番さん騎士って可能性もあると思いますけど、いないのかね。いないんですね。で、昨日5番さん言ったのは、5番さんが8を強靭置きしてたのが、5番さんは6、8強の線で見ていて、なんでそれが見えたのか私には分からなかったので5番さん言ったんですけど、一応それ当たってるので、なので理由は分からんけど、5番さんをちょっと、5番さんの印象は上がったかな。うん、で、その理由言ってないところがね、私初日は8を。7番とかって、5番って8勝だから8番強靭。なんで1行くのかっていう理由言ってないのがね。まあ俺はおちゃらけてるだけだから、俺は適当にやって釣られていけばいいだけだから楽なんだけど。で、5番が8勝。こっからが大変なんだよね。金老老っていう薄い線で。あ、そっか、5番さんは8白だからか。まあね、俺のだから強靭に見えるのか。すまん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 。それが見えてなかったわ。ごめん。ごめん。で、6番が、あ、ちょっと6番も死んだからいいや。8番が2白の1白。まあ、この人たちも白出すしかないから、まあ、どっちか強靭なんだよね。まあ、8が強靭ってことか。ってなると、9、1、9をなんで言わなかったんだろうね、5番さんね。それがわかんないな。9をなんでスルーしてんだろう。ちょっと9の1の発言しっかり聞いてみよう。8番のプレイヤーが発言します。
こういう話を聞いて精査しろって方が難しいだろうと思って、難しいでしょうと思ってるんですけど、だ精査つかないって言ってんの。俺目線も、5番巨人なんだから、わかんない。5番ローもあり得るかもしれんけど、5番は巨人かと思って、6番の相方として会うのはっていう状態がわからんよ。ただ自分目線1、2が白見えてるから、今日は1、2釣りは避ける。避けてほしい。9番が、私のことをなぜ新境一として言ったのかっていう説明を1番が納得しない限り、1番は9番のことを叩くと思う。で、9番目線のなぜ3だけが占いになるのかが、俺はそこしか気にならんかったな、昨夜の2週目は。まあ1週目はまあそっか、そういう話の途中だったのねっていうことで納得したけど、それぐらいかな。7級審議はまだ今のところついてないけど、7が精査できない。こればっかりや。ああ、まあ、俺死んだと思ってんだったら、1、2は白です。はい、もう俺は確実な5から詰めたいなと思ってます。で、7級占いたい。9番のプレイヤーが発言します。いやあ、2週目よろしくお願いします。あ、3番、占いってしたのは、3番がムラスラって言ってるから、非役だから。非役で役だからってとこです。で、まあ、話戻すんだけど、8番3視点、5番が強靭って言い切って、あ、ローもあるかって言ってるんだけど、ってなってくると7番だよね。8番3視点。あ、7、9になるからか。だから7、9。もうストレートに行こう。ストレートに。5番死んで、6番狼、8番狂人だった場合ね、これね、5番さんと8番さんに悪いんだけど、5番死んの8強世界だった場合って、ね、7番さんに黒を打たれたらさ、もう無理じゃん。7番釣るしかできないもん。だからもう今日5番さんの神経のためにも7番釣ろう。って僕思ってるんだけど、単純に。7番釣ろう。って思ってる。で、8番さん視点は、僕の色を見ることができるし、5番さん視点は1番、2番のことを占えるってことでしょ。そしたら今日5番さんは1番と2番に欄に飛ばす、1、2の欄かなんか言ってたけど、それはできないし、5番さん視点は、なんだろう、1番さん釣りたいっていうのは感情的でしかないしねって思ってる。6で黒が飛んでるから、飛んでるからとも思ってるけど。うん、7番さん跳ね返せないよ。8から黒を打たれて。5番神8強世界の時に、強人の8番さんが7、黒でしたとか言われても、7番さん弾き返せないから。6、7ローローの世界線あるかもしれない。7番に、以上です。1番のプレイヤーが発言します。9番が残されたら7番釣りに持っていくかもしれんけん、7番釣っときたいんやね、9番目線は。7番おかしすぎだろ。なんか視点がおかしいし、バグってるし、発言もおかしいし。いや、てかさ、いやもうね、なんかね、もう8番ってありきたりなことしかほとんど言ってないよ、今日。に至っては。6番に至っては、黒だったけど、すでにもう最後の最後まで何言いたかったのかわかんない。マジ。喋り方が弁護士で、モノマネがフリーザーみたいな喋り方してるから、マジ。何したかったのかようわからんけど。俺さ、ごめんやけど、なんつうか、こんなこと言うのはあれやけど、5番死んだと思ったんだわ、今日に至っては。だから、俺、なんか、5番さんに占われて、5番さんの占い結果を無駄にしたくないから、俺、事前に飲んでもいいかなって思っているかな。確実に俺占いそうな目線だから、5番目線。
だったら俺地蔵に飲んでもいいかなって思っているんだが、今日俺釣ってもらっても構わんぞ。2番のプレイヤーが発言します。うん、いや一番地釣り飲まなくていいですね。今ので一番の巨人目ってなくなったから。うん、5番が死んだったら1素人でしょう。うん、5番一番占いいいんじゃない。うん、一番の隠し色強いよ。うん、はい、一巡目まあ別に2番でもいいけど。うん、はい、まあ普通にグレーズムでいいかなと思いますけど。まあ9番がね、あまり狼行動してないっていうのはね、誰が言ってたっけ。3番か。まあ分かるんだよね。うん、分かる。うん、確かに。うん、3番も6番投票してるし、あれ9番、あそうだね、9番も6番投票してるし、まあ7、まあやっぱ7からじゃない。うん、そうじゃない。うん、7で終わんなかったら、いや、7しかいねえんだけど、なんか、投票的にも、発言的にも。うん。一番の興味ってないから、多分、確証になっても素村だと思うし。はい、以上です。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは1番の遺言を発表してください。5番さん、これで俺を怒らんでよ。5番さん死んだと思ってるから、5番さんに協力したまでよ。無駄占いしたくないでしょ。これで怒られたらたまったもんじゃねえよ、マジ。いや、9番さんの7番釣りたいっていう気持ちはわからんでもないかなって思ったけど、でも俺5番さんを死んで見てるから、無駄占いさせたくないかなって思ってるからこそ地釣りを飲んだかな。ただもう7番本当に怪しいぞ、その発言マジで。本当に本当にマジで視点がおかしいし、発言もおかしいけん、9番さんの本当に気持ちがよくわかるわ。マジで、マジでその発言どうにかしろ。視点おかしいって自覚あったんだろ、途中で直そうとしてたよね。もう少しさ、ちゃんとした精査落とせたんじゃねえの。急にどっちかに人が言えるとは思うけどさ、もうどっちもしないんだわ。いやー、もう、よくわかんないけど、急にどっちかに人外がいるんだろうけど、難しいなって思いながら考えてる。ごま神なんだろうな、八も狂人なんだろうなって思って。夜が更けました。人狼に気をつけてください。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番のプレイヤーが発言します。8番7番黒となんですけど大丈夫。1番は
俺の一番入れた理由って、1時点で実利発言飲むのおかしくて、それやった場合って、絶対に2周目の俺の発言聞いたときに、5番じゃなくて6番に行くべきなんですよ。1番が結果的に村やったけど、1番がほんまに、なんやろうな、その俺が真に見えたのであった場合って、絶対俺の2周目の発言聞いて6番に行くべきやし、1時点で結局、9番が白く見えてて、1番が自分のことを白って知ってるんやったら、7番に対して絶対入れるべきやから。俺のこと死んで置いてても7番っておか、怪しいよねって言ってるんやから、1番って。だから1番に入れたけど、2番さんが食らったのは正直申し訳ないけど、わからん、2番さんの黒要素上げれないです、正直。8が7黒打つと思ってたし、2番ってなんか黒要素もなければ白要素もなくて一番色が落ちない人物なんですよ。昨日の感じでも2番って、1番を、じゃあ5番は1番を占えばいいじゃん。1番は隠し色は強いって言ってて、2番も7番を釣っていいんじゃないって。9番に乗っかる感じでね。ただそこも整合性は取れてるから別に2番から特段に黒要素は取れてないんですよ。ただ8番が強靭で7番に隠し色を作ってるのって結局2番を助ける行動でしかないと思ってるけど。占い審議やった場合って5パチやったら5番が圧倒的芯取れてる段階で8番が7黒って言ってても俺が2黒、ね、2黒やった、結果的に2黒やったから2番ってそう勝てない人物やから2番ターン絶対行ってくださいね。以上。7番のプレイヤーが発言します。はい、私点、まあ、8が2にも9にも白を出しているので私が黒くなるので私は2番いきます。5を信じます。5、6ローローってあんのかな。でも8進5、6ローロー、どっか強靭ってあんのかな。2、9強靭、ちょっと私目線それを追えないので2に行きますね。うん。912に疑われて、一番さんごめんけど、でも今日は5を信じて2に行きます。あとは9番さんが5番を信じてくれる、こういうことを言うとまた9番さんが私のことを信じてくれないかもしれないんだけど、私目線そう見えます。はい。あと一応5番が8に白出してる視点は、8番のプレイヤーが発言します。7で終わるかな。5、6ローローだったら強靭位置は分かんねえんだよな。3番が強靭であれやってるとは思えないし、5、6には見えないか。難しいな。5番が強靭でも俺のストロー先に黒打つのは容易だし。ただ6、7つながるかって言われたら投票結果ですか、俺は拾えてないんだよね。発言からして7番の発言の内容が全然理解はできていない。ただ、7目線で聞き取れた部分だけ復唱すると、9番がローメに見えて8が死んだと思っている状況下の1周目は過ごし、視点が変わるな、7番はよく。難しい。だから昨日は5言ってほしかったな。1番そんなことやめてくれよ、本当に。まあ、5、6はないと思うから、6、7で7いけます。俺死んだと思ってくれてる人は7いってください。それぐらいです。7いってください。以上。9番のプレイヤーが発言します。あ、今日はちょっとあれだな。昨日8番さんに言うように、1番さんのあの地釣りは良かったかなって思ってる。だけどもう1番釣りじゃなくてって、7番って2番さんが良かったと思ってんだよね、俺。だって、そしたら、8番新世界の6黒5強の7って繋がるし、5番視点っていうのは1番が地釣りで1番が怪しいで、ラストウルフ1番だまで言い切っとって釣られそうになりつつも1番1番って言って、結局1番っていうのは5番の新世界を追ったからこそ1番さんって地釣り飲んだんでしょ。なのに5番さんって
対抗釣りじゃなくて1番で7番さんも1番に行く、いやーこれ7番さんやっぱ昨日釣るべきだったな。7番さんそう言うしかないもん。もう2に行き回すしか絶対言わんと思うからね。これはちょっとあれだな、あんまり2番さんの黒要素っていう黒は終えてないよね。いやもうこれはもう申し訳ないな。ちょっと2番さんの話聞くけど僕7番に傾いてます。以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、まあ1番が地釣り発言してるのに1番に投票できるのってあの強人だよ。うん、だから5番強人ね、まあそもそも8番の城先にしかあのもつり縄使わないつもりでいたしね、5番って。うん。はい。うん。まあ4周目で出てくる8番って、あの、なんか新郎1って1番言ってるけど、まあ9番も言ってるけど、あの強人でも出れるから、うん。まあ、1番って、あの、よくわかんなかったけど、まあ、普通に6番、6番狼で、あの、発言更新ってあるからね。はい。で、1番は、無駄りはなかったですね。はい。あの、7番投票でよかったっすよ、1番さん。うん。普通に人外の、餌食になって、餌にされてっていう感じですね。うん。なんで、1番が地釣りした、して、5番の芯を追ってるのに、なんで5番も7番も、もう7番も5番芯で追ってたんじゃないの？うん。2番投票すればいいじゃん。うん。ね、とりあえず釣れるからってことでしょ？うん。自分が釣られたくなかったんでしょ？うん。実にするべきは7番さんの方だったよ。裏だった。どうやって勝つんだろう？ 7 位って、うん、はい。7位ってどうやって勝つの？7番いきます。7位ってどうやって勝つの？7位っても9強陣にかけるしかないけど、9番2番いかないから多分、3番強陣か。そうよね。2番に行ければ、奇跡的に行ければ光はあるんだって。ないわ。どっち行っても光ないわ。もうこれしか光がないわ。もう。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番の遺言を発表してください。まあ9番の高速強靭しようと多分2釣りだよね。9番はい、私岸です。使用しない方が良かったかな。 7でも2でもいいんだ。どっちでもどっちでもいいんだ。何やこれ、強靭2人、どっちでもいいんだこれ。このシチュエーション6ローでしょ。強靭視点、ぶっちゃけ7でいいんだ。いらないと。うん。強靭でしょ？強靭視点、ぶっちゃけ、5番の人狼が見えてる人なんだよ。占いと狼か。5番の人狼が見えてる。え？じゃあ5番釣らない人だよな、多分。9番か2番で。よう分からん。2日目以降5番に票入れない人。分かんねえわ。人狼に気をつけてください。7番、8、9、2が7。これはね、騎士っていうのだからね、言っていいんだよね、これ。これ、まあ、もう強靭生存にかけるしかないと思う。うん。要素はあるんだよ。村だったら負け進行。ぶっちゃけ最悪、8番噛んで、でも、2番釣り押せばいいだけだな。ぶっちゃけ言うと。7番から騎士が出てきてくれたことが、奇跡が起こってもね。昨夜は9番の方は高速チャットの分だけ強靭な気がするんだよな。9番のプレイヤーが発言します。だったでしょ5番さん。2日目5番さんと8番で5番さんに釣り縄を使うとこ、俺5番さんの城位置だからって7番さんの棒を釣りに行くっていう、これ強靭ムーブだよ。5番さんのこと分かってるから。5、6のローね。あ、いいですよ、僕自投票します。2日目5番さん僕に入れてください。3人番目なんて大丈夫でしょ。9番投票でいいですよ。お疲れ様でした。2番さん、僕は強靭だ。強靭こそ主役です。以上。2番のプレイヤーが発言します。2日目の5番釣り押さない。
もうスケスケレベル、はい。まあ、6番の発言でね、釣り切らなかったのが悪かったね、これはね。はい。ま、うん。そうだね。そっか、7番のブラッキア。7番新騎士。うん。これ4番さんの進行通りでよかったね。5から釣りよかったね。悪かった、悪かった。5番のプレイヤーが発言します。え、何のことでしょうか？私たち知りませんよ。いやー、ごめん、7騎士やったよね。俺ごめん。3番さんがもう騎士にしか見えなくて、3番さん勘で、7番ほんまに騎士やったんかな。騎士がこのポイントで出てきてくれたので、いや、ごめんなさい、もう9か2か、なんか乗ってる9か2どっちかに教授おるなと思って、7連れて。9番さんが昨日の発言、2日目は教授っぽかったんですけど、3日目が見えなくて、負けたかなと思って、7番が強靭か、3番が強靭かで。ありがとうございました。9番に行きますね。まあ、どっちももらえたら負けです。ありがとうございました。いや、9番の動きが、5番の釣りを回避してる動きで、絶対にクロスとするっていう動きだから、で、高速チャットがあるから、まあ、かなりの高確率で9番は強靭。だから終わったよ、このゲーム。勝つよ。動き、チャット、投票が終了しました。全て標準。うん。追放されるプレイヤーは、ゲーム終盤。まあ、その通りだね。人狼陣営の勝利。この狼が主役ね。7は、嵐。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職が、ランダムで振り分けられます。あなたの役職は、霊能者。夜が更けました。人狼に気をつけてください。ん？これは鬼軍曹スタイルを植え付けた方がいいのか。ホランさんのたくさんの視聴者さんがヒロちゃん鬼軍曹スタイルを見れば、こういうスタイルの時に霊能だと植え付けられれば、俺に2番目で新霊能になれるんじゃない？これは宣伝のチャンスだ。鬼軍曹、あ、普通に22でいいな。鬼軍曹もね、夜が明けました。今大体もうすり寄ってる人を多発してるよ。昨夜はすり寄ってる人が誰も死にませんでした。6番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。まあ霊能者は決め打ちをしましょう。取らしてもいいことないですよね。最近私もうね、決め打ちばっかりしまくっててね。ただちゃんと一周昇進地の精査って大事だと思ってます。そうですね。まあ、ただ、普通の人ってロラしちゃうと思うんで、2、2番面だったら、霊能って発言する前に考えといて、どっちを釣りたいかって短めに話して、グレーと占いの精査に時間かけたら、他人に伝わるんじゃないですか？皆さんの村が。うん。だから、時間の使い方をうまく使ったらいいんじゃないですか？うん。あと、まあ、釣る人は、津村を透かした人ですね。まあ、発言する以前の問題のメンタル面に問題ありだから。うん。まあ、正しい人狼殺のためには、やっぱり騎士保護という、まず、絶対に大事な、ね、気持ちを持ってね、ゲームに臨んでほしいですよ。以上です。はい。7番のプレイヤーが発言します。おはようございます。占い仕様です。3番さんランダムで白。3番さんランダムで白です。そうですね。まあ、3番さん白なんですが、六馬さんの発言、そうね。つむらを透かして、わかる気もするけど、まあ、つまり SG って位置ってことだと思うんですけど、でも、俺は怪しい方から釣りたいかな。SG じゃない。片白でも、発言伸びてるか。つむらより怪しいやつ釣った方が良くないか。だって、つむらって村なんで、最後まで残しておいていいじゃないって思う。片白でも言う人いるんだよ、教授と。まあ、そこって、まあ、議論の分かる。あと騎士しか透けると大変なんだよ。ちょっとそれ以外はあんま言えないけど、あと騎士は、まあ、くらいそうになったわ。気は出てほしいかなと思います。うん、そのぐらい。まあ、あと霊能は2人ならロアしたいけど、でも決め打ちもありかなっていう気分もちょっとあるぐらい。2人も乗られづらいね。はい。8番のプレイヤーが発言します。はい。
カミングアウトありません。6番さんに関してはなんか霊能っぽいなっていう感じがしたね。自身が霊能者の役職を持っているからこそあんだけ大胆な発言をできたのかなっていうふうで思ってる。一角地の想定もしてその騎士保護みたいなところも言及しているところがなんか6番さんって霊能者っぽいなって思いました。7番さんそう思わなかったですか？はい、7番さんはとりあえずまあ今のところ、まあ正直あの6番さんが私も霊能マークをつけちゃって頭の中で考察しちゃってるので、必然的に7番さんっていうのはさのしか話す、触れるところがなくて、で7番さんが3番白で6番さんに対しての評価っていうのが、そう、まあ6番さんと意見が異なるけれども、7番さん視点によって6番さんはどういう人外なのかどうなのかっていって、そういった深掘りした議論をもうちょっと見せてくれてくれないと、7番さん自身に関しての色が落ちないなって思った感じかな。要するに正直7番さんに関しては2周目グレースキルをちゃんと聞きますけど、あんまり新感情たるものがですね、現状拾えてないっていうのが本音です。9番のプレイヤーが発言します。お願いします。9番です。6番さんからスタートを把握してます。7番さんの3白、了解しましたってところですかね。ただ7番さんに言いたいのが、6番さんはスムラを釣るんじゃなくて、飛躍を透かした人間を釣るって言ってるから、7番さんって6番さんのことをあれしてんのか、なんか把握漏れしてんのかなと思ってるし、スムラをそのまま残しとってもいいですかって7番さん何の視点から言ってるのかなってすっごいなんか思っちゃったなって思いました。ただ直近の8番さんに関して言えることって、6番さんが霊能かもしれないって、それは6番さんが言う霊能さ、霊能っぽい発言をしてるとかいうわけじゃなくて、6番さんって霊能新決め進行、なんか釣り切るんじゃなくて新進行で行くみたいなこと言ってるんですよね。八幡さんってわざわざそんなことを透かすようなことしなくていいんじゃないですか。え、八幡七番七八ロロロロですかね。一番のプレイヤーが発言します。はい、一周目よろしくお願いします。まあ九番さんの七番さんの指摘は良かったかなと思ってますね。あと七番さんがその普通に怪しい人を釣りたいなって言ってるけど、占い師視点でなんか占いたくない人を釣りたいっていう発言とかはちょっと欲しかったかな。6番さんからしか発言始まってなくて、で7番さんがその2番手で出て占い師って宣言するのだった場合は、こういう人を占いたくないから、要はこういう発言をされると占いたくないからそういう人を釣りたいとか、なんかそういう思考開示をして欲しかったですね。真の占い師だった場合は6番さんは別にいいと思ってますよ。はい、8番さんが仮にそう思ったとしても言うべきじゃないと思ってるし、8番さんは7番さんへの指摘が違うと思ってますよ。7番さんを指摘するのだったら9番さんの指摘をするべきじゃないのかなって。7番さんって6番さんの発言を汲み取りできてないでしょ。それか把握漏れしてるただの人外か。はい。だからなんか8の殴り方が違和感かなと思ってますね。以上です。2番のプレイヤーが発言します。今日9番さんか1番さんどっちか釣りたいかな。俺7番さんローだと思ってて、自分の占い審議ってやっぱそのうち潜伏した方がメリットあるから、人外から白ももらえる確率って上がるし、騎士も出そうとしてるから、なんか強靭位置と把握してどっか黒塗りしたいんかなと思うんで、7ローで置くと8番さんがもう1周目7怪しんでたから、9番って8、7ロールを合わせて8番さん初日に釣りたいんかなって思ったのと、1番さんも便乗で初釣りをしてるから、7-1もあると思うよ。8番さんがいきなり7を偽追いするのが一番情報出してくれたから、8が最白だよ。だから8が7を偽追いしてから9と1に相方がいて、7の8を釣りをしてるんだと思うから、9番さんが1番さんどっちか行きたいね。俺6って霊能決め打ちって強靭アップじゃないかなって思ってんだけど。3番のプレイヤーが発言します。いや2番とはとことん精査合わないなと思っていて、6番はまあ2周目でいいかなと思うけど、まあ、唯一気になったのは霊能決め打ちしましょうっていう話からスタートしたところくらいで、別に他は気になりもしなかったし、で7番が6がスムラス化した人は釣り候補っていうだけで、別に怪しい人がいたら6は釣らないとは言ってないから、7の主張の怪しい人釣りたくないんですかっていう6番の問いかけはちょっとわかんないかなと思った。でそれに対して8番は、まず6番の霊能っぽいっていうのをわかるけど、それ透かす必要まずないと思ったし、7への、6が人外なのか掘り下げた精査をもっとしろっていう要求が、それ無理くないって思ったんだけど。なんか8の7への叩きが不自然だったから、7-8ローローとかもあるんじゃないかなと思ったけどね。
で、9番に関しては、あの、7、8への精査めっちゃいいと思ったし、1番は7へアドバイス程度で、2セシまではしてないのが、うん、7が真だったとしたら、1っていうのは9に乗っかって7の真作業すればいいから、なんか別に現状1も気にならないかなと思ったから、センサー合わないのは2番かなと思いますよ。はい、困ったね。一緒だけど無理だよ。4のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師です。9白、把握お願いします。9白です。現状怪しい点って言えば、8、1、2かな。ごめんなさい。8番に関しては、3番が言った通りの7の原型が俺はおかしいと思ってる。1に関しては、1に関しては7への求めるものが不自然だと思ってる。釣りたくない人を占いたくない人を釣りたいって言葉が欲しいって言うんだけど、7番視点って別に怪しい人から釣ればいいじゃん。なぜ1番が7に求める内容が不自然だと思ってる。2番に関しては、まあ俺の城先を叩く構図、それプラス、6の狂人を追ってる ところとか、7に対しての潜伏をした方がいいっていう不自然な殴りからしても怪しいと思ってる。はい、以上。5番のプレイヤーが発言します。はい、霊媒ですね。ほぼ4番が真に見えちゃいますね。うん、これでいいよ。1番は、俺もなんか4番同様に、じゃあそれ言ってた場合、1番ってどういう風に7番精査するんですか、深刻に見えるんですか。そしても2、1か2、8か2、5。って思うんで、単に結局両面取れるだけの発言をさせるだけなんで、別に7番が怪しいとこついたいっていうのは、それで忘れなんじゃない、うん、穏やかに。で2番も2番で、潜伏、潜伏、1周目潜伏してなかったら偽で置いてっていう思考からまずスタートしてんのが、どういう思考を持ってんのって話なんで。まあまあ、ここ2枚とりあえず、釣りたいっすよね。はい。まあそれぐらいですね。まあ、これ、1番と2番はちゃんと、2周目ひっくり返せんのか。6番のプレイヤーが発言します。うん、そうっすね。スラはないっすか。うん、スラは認めないっすよ。うん、まあ5番さんがおかしいんですよ。6番に対してプラス評価ができないのは、例のの決め打ちを願っているのはあなたが真だったら一番思うことじゃないですか。このロラをされたね。ロラをしてしまう世の中で。うん。まあ、釣り切って5番釣れば終わります。はい。だよね。3人だよね。釣り切って5番釣れば終わります。まず新ロロの可能性消して、最後に5番釣れば終わります。はい。5番の偽を、あとはもう全員村なんで。8、1、2、3。はい。7、9、4釣り切り、5番釣りで終わりです。はい。もう、5番さん、無理なんですよ。決め打ちを願う6番をプラス評価できない心霊能などありえないんですよ。うん。たとえ人外ですり寄られていても5番視点は正しいことを言ってたのは誰よりも6番なんですよ。自分が真であるから、村のためにも時間の使い方について述べました。一番原点です。素村を、つかさないっていうこと。まあ、グレー1の 4人が決めてください。まず、占い精査行ってもらって、3枚釣り切って、最後5番釣れば。はい。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、ご使用盤面ね。ということで、人外3人確定露出ってことでいいのかな？お、占いに人外2人いて、ねえのに人外2人いると追加しとこう。ということで、8、1、2、3は、村陣営確かまですと。で、とりあえず今のところ騎士は出なくていいと思うな。なので、私はどこを占うか。4級の白白ラインっていうのが謎なんだよね。で、9が後から、あ、でしょ？9が後から出てきて何なんだろうね。これ何なんだ？ 9 が狂人で出てきた？
強靭で出てきてなんで4に白刺すんだ？まあでもともかく、このなんか9の潜伏具合は、人外しかありえないよね。なので今日9からでいいんじゃないのかな。で、6番さん昨日スムラス化した人釣りたいって言ってたんですよ。そこを、なんか捏造してきたんですよ、9は。7番さんそんなこと言ってないよっていう。それぐらい。なんかそれ以外いろいろ村に言いたいことあったけど、村にはもう村しかいないから、まあ役が全員人外露出なんで、まあとりあえず今日9釣って9、でも9狼っていうのは、その9強人4狼だから、個人的には4から行きたいけど、村目線9からでもいいのかな？ 8 番のプレイヤーが発言します。何を言ってんだかよくわかりませんね、この7番さんってのは。7番さん、新切り。はい。9番、新、4番、狂人、7番、狼、5番、狼、7、5、老老。そんな世界線かな？新郎新郎やろうと思ってたところに狂人が出てしまった。しかし、9番が潜伏していたから4番、白。で、6番、新、決め打ち。はい、5番のスケールがおかしい。そもそも2番なんて俺目線最白だから。はい。まあ、2番さんは確かに自身の主観を直感、押し付けがましい。うん、自分の信仰として宗教観的なところに要素はあるかもしれないけれども、8番が7番に叩いていて、1番、色を落としていた人物がそこら辺に対して殴りで、4番という人物が2番を蹴散り、5番という人物は4番を限りなく死んでおけるって言ったその構図であったときに、じゃあ、7、8、ローローの否定をしてきた、4、7、7の審議の段階において、8番とのその関係性って癒着ないから、はい、で、1番に関しても、じゃあそこを叩いているっていうことは、8、1に関して世界線ないから、5番っていう人物、絶対スケールおかしい。6番っていう人物は、霊能を、自ら役職を持っていたがゆえに、そういった発言が出てきたとしか他ならない。はい。だから6番、霊能発言ってしかなり得ないって思ってるね。まあ、4目線も今日7番行くわけでしょ。はい。で、黒が出たところで、はい。で、9番、4番、それぞれ5番と6番、どちらかに色付けすればいいだけの話だと思ってますね。そんなに難しいゲームじゃないと思います。7番、発言単体でも、まず9番から行く思考がわからないよ。で、あなたの占い師って、どちらになって5、6どちらかでしょ。新、ローローでも、9、4、ローローローでやっていて、なおかつ9番、狼で出てくるの。何の話、なんでや、なんだそれって話になるから。7、審議、7が。9番のプレイヤーが発言します。決まった。これ完璧だ。決まりまくった。潜伏が。ということです。1番さん、2番さん。あ、3番さんもいいところ。1番さん、2番さん、こういうことですよね。って思いましたよ。8番さん、昨日はごめんねと思ってました。8番さんの7番さん叩きっていうのが、うんって言って、7、8って言って、その後、1番さん、2番さん、3番さん以降の発言で4番さんって、僕を囲いに来た構図なのかなって思ってます。はい。4番さん、僕、占い師なんです。4白分かってるんで、4番さん強靭です。今日7つって、5番さん、6番、7番、色を見てください。グレーしか噛めないでしょ。で、5番と6番、どちらか占いましょう。そうですね。今、筆頭は5番さんですよね。5番さんを占いましょう。4番さん、5番さん占いしましょう。統一で5番さんを占ってください。そこで分かるでしょ。白にするんですか？黒にするんですか？ってとこです。6番さんは新決めとして残しておいて、今日は7釣り。で、明日は4番さん、僕と一緒に5番を占うんです。以上です。お疲れ様でした。1番のプレイヤーが発言します。占いは作業ゲーすればいいだけで、俺はもう5番で終わると思ってるんで、どうでもいいかなと思ってますかね。5番視点で、なんで3番って省けたんですか？俺が怪しいと思ったら3番って、1番のいい要素も挙げてましたけど、やから2番とはそことの精査が合わないって言ってますけど。はい。ご視点で、俺が怪しいと思って、3番が、なんで省けてるんですか？何を聞いてるんですか？話。パードン？パードン？ 4 番は狂人でしょうね。4視点で、8、1、2がおかしい。あなたがおかしいですけど。4番が俺に対して殴ってるところも、もうパードンって感じで、4番視点で、俺が7番に対する問いかけがおかしいって言ってるけど、7番が1人、まだ1人しか出てない段階で占い仕様ですよ。7番が深夜やった時にね、もうちょっとこういう風に思考開示してほしい深夜やったらって言ってますけど、それの何がおかしいんですか？占い師にこうしてほしいって求めて何がおかしいんですか？はい。意味がわかりません。日本語をやり直してください。深夜やったら知りません。はい。どこでもいいと思ってます。7番でいいんじゃないですか？ 7 番さんってグレーの生徒全くできてない人物で、8、1、2、白角で3番とか、もうよくわからんし。はい。てか、例えば7番が黒でも白でも5番を最後殺せば勝てると思ってるんで。はい。占いはもちろん釣り切りますよ。新ローローはあるから。
8番さんに対して言っとくと、あの段階で6番が霊能っぽく分かってたとしても、そこって言う必要ないですからね。はい。占い師は8番を占うことはしなくていいです。5番か、俺が怪しいと思ったら1番占いなさい。5番統一占いでいいんじゃないですか。7番って4級が。はい、以上。2番のプレイヤーが発言します。1番さんの考察と同じだね。57人狼、4強、9神、6神下の6と9ってお互い潜伏してるから、これ潜伏の方がやっぱ強いと思うよ、ね。7の1って人外から白もらったら強いから、9番さんってそれやりに行ってるから、その行為が白いんよね。ムラ目なんだよね。だから9、真で見えちゃうね。ただ9の強靭も若干あって、その理由って対抗に白を打つと強アピになるから、9番が強靭で7と4比べて4ローに見えて、ちょっと白を打った可能性も十分あるから、まあ絶対占いロラはするけど、ちょっと5番さんの1、2、ローロー。で、俺のロー見えた ?27 で見えたんかな ?5 番さんって4シーン打ってたけど、俺が猛烈に7のシーン下げて27に見えたんかな俺オカミやったら8つらんと勝てなくない？ 8 って7の見せ追いして。でも5番さんの視点合わないから多分、5、7ローロー4強かなと思う。4番さんもちょっとかなりヘイトも湧いてたから、表面っていうの分かるしね、9が真なら。もっと7番行って、まあ、5番さんと6番さん、明日同時にチャットしてほしいから、まあ、最初に発言する人が時間指定してほしいかな。3番のプレイヤーが発言します。まあ、そうっすね。時間指定はした方がいいと思いますよ。まあ、でも1個言えるのが、精査が合わないから人外っていう思考には自分はならないですね。潜伏したからどうのこうのってわけじゃなくて、発言でおかしい人から釣りたいって思っていて、4の発言聞けてないけど、まあ、出方的も含めて、発言も含めて、7級で精査した場合、7の方が真ないなと思ってるから、今日は7でいいと思ってますよ。で、まあ、9はどうだろうね。真狼だと思うけど、まあでも7が9から行くって言ってるのは、どうなんだろう。7教授もあるかなとか思うけどね。9がローだったとしても6の相方はないかなと思ってる。6が全ローにしてるし、ただ懸念しなきゃいけないのが、6自身が初週の段階で霊能潜伏してそうな発言をしてしまっているから、例えば 2-2 で終わった場合、霊能ロラからの、占い師から黒を打たれた場合、6ってまあまあそういう行動をしていたのに何の役も持ってないのっていう村からの目線を落とされて負けてしまう可能性がある狼ではあるから、全論にした人物そのものだからっていうので、真で残してもらうっていう選択を選んだ可能性は 0% ではない。まあ本当に 1%、2% くらいだと思うけど、現状6の方が真に見えてるけど、まあまだロックはしないかなって感じですね。まあ4の発言聞いてからでもいいけど、まあ現状もうほぼ7からでいいかなとは思ってますよ。はい。あんまり考察する必要もないかな、とりあえず。まあ結果張りだけは、初手の人が温度取ってください。4番のプレイヤーが発言します。はい、もう7言ってくれんだったら何でもいいです。あの7ニセだとみんな思ってるんだったらさ、もう4級行かなくてそのまま5、6詰めてください。俺と9がさ両方でさ統一占いしてさ、その色が分かり次第さ、どっちがニセかって分かるだし、そのまま霊能も言ってほしいんだけど、9番強靭でしかないから、7番の相方で5、6でもどっちも詰めて終わりだと思う。だから、もう特に言うことはないんで、はい、7言ってください。以上。5番のプレイヤーが発言します。これさ、もう最終日来てもさ、多分勝てる構図って俺真なんだけどないわけなんだよね。もう占い師の真眼で、真を最終日に残す進行でしか村陣営って勝てねえから、叩かれたら、もう真追えねえみたいな1番とか2番とかいて、8番も自分が偽に霊媒師だって投げつけて、もうそれが絶対だって思っちゃってる思考でしょ。今もう5番絶対偽だと思っちゃってるでしょ。で最終日来て負けてすいませんでしたって謝るんだったら、もう初日で俺釣って、で真だけ残すっていう世界だけでしかもう勝ち筋ないから、俺釣れお前ら
もう8番はもうロックしちゃってるもんね。俺当たってたんでしょみたいな感じでしょ。間違ってっから。間違ってんだ、8番。あなたが投げかけたのは人狼で。で、出たら、あの全人外で人狼だったら出ないでしょっていうのが広まるわけでしょ。それ狙ってる6番が人狼で出てきてるわけ。下8の票取れるでしょ。で、俺が芯5番の芯が1番と2番殴ってから1、2も票を取れるわけでしょ。全人外の方が余裕じゃん。勝ちやすいじゃん。だから俺釣れ。俺釣って芯だけ残すような方が勝ち筋ある。最後0倍で5、6で5の芯釣って負けるっていう構図よりか、初日に5の芯釣って占い師の心眼だけ間違えるな。これでいい。まあ、8番とか1番とか2番とかロック入ってっから多分もうこれ、村勝てねえんだ。いや、大丈夫じゃん。最終日来て5の芯釣って負ける未来しかないから。はい、みんな隠し色になるんじゃない。全プレイヤーの若者よ、7番待つろ。そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番の遺言を発表してください。夜が更けました。人狼に気をつけてください。白とかないよね。え、リアン教？これ多分黒でも諦めない人。一応黒とは打ってるけど、これリアン教戦まであるぞ。昨夜追放されたものは、これをされたらどうしようもないっちゅう。もう無理っちゅうことで諦めたっちゅう。夜が明けました。結果割りすら必要がないと。昨夜は1名の方が亡くなりました。2番。のプレイヤーが発言します。あ、ちょっと時間指定って言ったね。もういいよ、出したんだから。6番さんは7の色何？7黒で9は5黒。うーん、いやーこれちょっとリア教いるならオカミ言ってよ。ちょっと3と8にオカミいるんやったら、ちょっとさすがにリア教いるんだったら、あ、8? いや、もういないから大丈夫だよ。3番さんはオカミじゃないよ、ね。4番が9、9番が4だから。いないんだよ。さすがにそんな人は。俺釣れば終わるんだよ、じゃあ。9番が芯確定する。ああ。俺釣れば4番が破綻するから。まあ、4から行こうか。けど占い進路ってもう4級しかない。まあ一応占いのらしよう。4いく。いや、3番のプレイヤーが発言します。やらなくていい。いや、2番さん失礼ですよ。3番狼ないかとか、そんな卑怯な真似しないかって、そんなんするわけないでしょ。で、進路だったら4級しかないって言ってるけど、7番あの遺言で真に見えます。7白結果だったら狂人だろうし、黒結果だったら狼ですよ。4級の進路路はない。7進の世界は絶対ない。で、4が5白でしょ？で、5黒5白でしょ？どうすっかね。進路路はないと思ってるから、7があの遺言で、狼で進路路は、もともと占い釣り切るっていう村の議論で進んでる中、さすがにやらんと思うから、霊能から手をかけていいんじゃないかなと思うんですけど。だって、求心世界だったら、5で終わんのか？そんなこともないのか。求心、求目線で74のローローって見えます？まあ実利発言してたし、5から行くってのは弱いんすか。ちょっと
騎士さん、温度取ってほしいですけど、4番9じゃん。時間視点も守ってないし、みんな。4番9だから、あんまり、どっちも。あんまりな村かなと思ってますよ。護身世界を追った場合、見えないかなって自分は思ってますよ。護身世界を追った場合、はい、4番のプレイヤーが発言します。ちょっと待って、ちょっと待って。5番、霊能じゃないだろう。7の白が落ちるわけないんだよ。5番役職ないでしょ。ね。おかしいんだよ、7白が出るのが。これグレーに黒いるでしょ。ね、2番さん、3番さん。もう精査ができん。5番も霊能じゃないんだったらすぐ行って発言開始済み。5番のプレイヤーが発言します。いやだから7番リア強なんでしょ。だから2番3番2番3番に狼いる構図なんだって。もう勝てないから、どっちみち勝てないんだよ。7番みたいな動きしてるやつがいるから、だからもう5つって終わり、村負けでいいです。もう仕方ないっす。どっちみちリア強いた時点で負けなんで仕方ないと思いますよ。仕方ないっす。4番9番白白結果なんでしょ、互いに。俺7番白知ってんの、リア強なのこいつで。2番と3番に狼どっちかいて、で9番から打たれてっから終わり、負けです。押し負けてるんで、基本的にもう7番の行動が、てか仮になんか9の世界で6番神ってなってるでしょ。じゃあ5番と7番の人狼同士で、俺って人狼5番と7番で、5番が7番人狼を殺し、白結果打って、4番9番白白結果を知ってる5番の人狼が7番白結果打って破綻しに行きますか。行かないんで。はい。考察できないんでね。基本的に。まあ、それでもビデオ俺のシーン追ってくれんだったら、普通にまあ9番と6番、もうまあ狼でしょ。で、もう陣外見えてるからそっちに。4番は2番と3番色つく。6番のプレイヤーが発言します。はい。5番さん視点、7番がリア強にはならなくて、7番が真の占い師なんですよ、5番さん視点ね。そうすると、4級に強、ローがいるっていう形でしょ、普通に考えて。うん。っていうことで、なんですよ。はい。あ、九神、4番強人、7番ロー、7号ローロー。終わりましょう。まあ、5番さんして7番が神ではないとおかしいんですよ。1の潜伏を追うんですかっていう。7番神で9番4番のどちらが、例えば96なのか、46なのかっていう精査もやっぱり入れた方がいいんじゃないですか。7号ローローでし、あ、まあ、9番が神だから7号ローロー。うん、4番がこうしろっていうことは、4番の中で破綻が起こってるんだよ。6、7、ローローになっちゃうから、4番は陣外。うん。だから、9番が神、4番が強陣、7番がロー。よって、9番が神のため、7、5、ローロー。はい。5番つって終わりましょう。以上です。8番のプレイヤーが発言します。あ、4番も破綻してるし、うん、9番が4番白だから、これで、まあ、4番視点においても5で終わらんかった世界戦の時って言って9番が破綻するから5番釣って終わらんかったら9番釣る4番っていうのは6に色付けをするっていう話やけど、ただ4番も破綻してるからもう5番視点って7進か、ごめんなさい、もう7の進がどうしても追えないのでごめんなさい。まあもう本当にリア強なりなんなりしてたらもうごめんなさいだけど5番行くしかないっす。はい、狼があれだったら、はい、リア強だったってことだったら、もう、
もう早く行ってっていうのは、それはもうごもっともやけど、はい。もう、5行きます。で、5番さん終わるんですね、9番さんは。絶対9番で終わらなかったら、じゃあ、継がした9移りましょう。はい、もう。7が狂人か狼か、それだけの精査だったっていうことでいいと思います。もう狂人か狼で9番しん、その世界線を信じるしかないかなと思ってます。以上。9番のプレイヤーが発言します。します。5番黒です。5番さん、サレンダーしてくださいと思ってます。もうね、リア強とか言ってたって話にならないよ、皆さん。4番さんも5番さんに問いただしてて、4番さん強人なんだけど、もう折れちゃってるし、5番さんにだけ返答しておきます。7号がやり合うのかっていうよりも、まず9番と6番って潜伏してたんですよ。で、その状況下で1周目、7番と4番が自称占い師で出てきてるんです。で、6番さん出てきてない、5番さんが自称霊能師で出てきてるんです。9、6は潜伏からポコって出てきてるので、全人外露出場面を作ってるんですよ。7号うんぬんの前に、まず9、6でやるのかっていうことと、9番っていうのは4番から白をもらってて、わざわざ出てこなくていいんですよ。なおかつ、4番に白刺ってて、4番さんから白もらってるので、4番しても7黒なのに、7が角黒なんです。以上です。もう追加必要ないです。5番つって早く終わらせてください。全プレイヤーの発言が終了し、私が悪人ですって？もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーはゲーム終了。村人陣営の勝利です。って思いながら、うん。役職をお選びください。まあ強靭。選択しない場合、余っている役職が余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は占い師です。まあ惜しい試合ばっかだから。夜が更けました。でね、人狼に気をつけてください。場合にはね、負けでも私がグダグダ言うことはないんで、絶対にやらなければならないことを怠ったとか、タイマンプレーのない限りは、俺が2分1の外したからといってね、村にグダグダ言うことは、人狼の相方にグダグダ言うこともないんでね、まあ、占った対象惜しかったなっていう、人狼ではありません。まあ、とりあえず私はね、ただただ、もう後悔ないように。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに6番のプレイヤーが発言します。はい、6番です。よろしくお願いします。そうですね。まあ進行論、まあ進行論とかは特にあれなんですけど、まあ基本的にオナプはやめていただきたいなと思ってますね。個人的には。例えば、スムレなのに占い師をしたりとか。もうそういうのをすると、基本的に、まあ、確かに人外に有効な場合もあるが、やめてもらうというか、考察が伸びなくなる。やめなければならない。というんで、自分はやめていただきたいなと思ってるから。やる人いたらもう。まあ、それ以外にも、例えばだけど、やってはならない占い師で、初日まるまる潜伏とか。追えなくなってるんで、そういう無駄な行動はやめていただきたいなって思ってるかな。だったら、周りにきちんと精査できるように、普通に盤面を作っていってほしいなと思ってるかな。じゃないと2周目自分も伸びづらいんで、って感じですかね。はい、以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、ああ、まあ、そうっすね。ただ、6番自身が、その論唱えて、いや、もし仮に潜伏するとなった場合って、2日目の段階で、霊能は潜伏して、黒見つけた段階で2日目の段階で使用するとか、占いが潜伏したところで、黒見つけて潜伏した状態で2日目の段階で使用するとか、だったら全然納得するっすけどね、僕は。ああ。で、自身に、狼から白刺された状況下の中で役職だから、潜伏してましたっていうのも結構納得するんで、別に俺は何とも思わなかったっすけどね。はい。まあ、そんぐらいですかね。以上。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いしますね。まあ、6番さん要約するとね、村は変なことするなということでね、
俺も全くその通りで、やっぱり6人もらえるからさ、あんま変なことされちゃうと困っちゃうんだよね。うん、と思ってます。で、7番さんちょっと印象あんま良くないね。6番さんにずっと触れててさ、もうちょっとなんか、自分の進行論を唱えてほしかったし、結構十何秒残してるから、なんかあんま印象良くないかなっていう、ボロを出したくなかったのかなとは思ってますぐらいかな、とかしか言えないね。うん。まあ、基本的にね、何やってもじゃないか。うん、好きな方にやってほしいんだけど、やっぱり村はやっぱり変なことすると、みんなに迷惑かかっちゃうからね。うん。だからその点、6番さんの言ってることは、まあ、わかる。オナプワヤだっていうのは、すごいわかるよ。まあ、でも、それはね、狼でも言えるから。まあ、2周目じゃない。まあ、6、7。まあ、若干7がちょっと印象悪いかなっていうぐらいですかね。はい。まあ、基本的に単体精査で頑張りたいと思ってます。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい。そうですね。まあ、6と8の言うことは、もっともですね、変なことしたら勝てないんでね。うん。まあ、自己中心的なプレイヤーが実は多いんで。うん。まあ、パスワンの人のメンタル見習った方がいいと思いますよ。偉大な先輩方のね、パスプレイヤーは。まあ、パスワンプレイヤーは自己中心的じゃないプレイヤーが多いです。ああ、チームプレイですね、このゲーム。まあ、6と8を言ってることは正しいと思いますけど、俺は変なことしないって。ただ、6と8の色はわからないですね。僕には。うん。まあ、言ってることは正しいと思いますよ。変なことしない方が絶対にいいと思うんで。大体、普通の進行、セオリー通りの進行の流れになるんだから、それでね、勝ち方を覚えていかなきゃいけないのに、変則プレイで勝つってまず意味ないと思う。うん、1番。のプレイヤーが発言します。はい、1番村人ジネット PC でございません。まあ若干気になったのは7番かなと思いましたね。6番に対して突っ込んでいたけども、別に突っ込むところじゃなくねって思ったんだけど、時点で8番かなと思いましたね。8番か7番に対して進行論でも言えばよかったんじゃないの、10数秒残してるし、別にそれって2世要素に足りえないし、8番視点で7番を何だろう印象悪く思うのって、なんか8番視点ってなんか視点付けしてるっていうよりかは、なんか6番7番に狼がいそうだからっていう目線かなと思ってるから、なんか8番か狂人かなって若干思ってますね。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。占い師でランダムで3番さんに白と出ております。参考お願いします。まあここまで来てるんで、霊能の方2周目の位置で必ずお願いします。あとはまあ騎士の方はプレイ詰めでお願いします。で、6番さんから始まって、そうですね。一番印象いいのが1番さんですかね、なんか。1番さんに対する強靭あるかもしれないよっていう精査とか、7番さんの気になる要素とか、私と視点が同じなんで、現状1番さんが印象良くて、7番さんが印象悪い。3番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人ジェネです。特に仕様ないですね。2番さん、僕に白出し把握しました。うん、そうですね。僕に白出しをしてくれたということで信じたいんですけど、まあ、4番さん、5番さんで仕様があるかもしれないので、まだ、そうですね。フラットでは見てます。まあ、6番さん、8番さんの言ってたこともわかるんですけど、僕が一番このグレーの中で印象というか、ちょっと怪しいかなと思ったのは、まあ、9番さんですかね。結局、6、8の同調して怪しいかどうか、何を伝えたかったのか、ちょっとよくわかんなかった印象でした。でしか僕は今考察を落とせてないので、2周目、盤面揃った状態で、どこに投票するかを決めていきたいと思ってます。以上です。4番のプレイヤーが発言します。
順に触れていきますが、6番さんは変なことするなと、その通りだと思います。あと、俺は鈍心子派ですけども、初手役持ってないなら、そういう風にしてほしいっていうのは当然だと思ってます。7番さんは多分大体思ってること同じ。で、8番さんは、思考と外、落とさまいが、どっちでも一緒です。7番さんに突っ込んでましたが。まあ、それは同意見ですね。単体精査は初日だけにしてほしいかなと思ってます。木間さんはね、大体同意見なんですけども、TS たす1プレイヤーって何のことか分かんないんで、まあ、そういう用語は使わないでほしいですね。で、一番さんはちょっともう意味不明ですね。7番は6に突っ込んでたのかな。これ突っ込んでないと思ったんですけど、で強靭精査してるところが一番意味不明です。2番さん、可愛いと思いましたけども、一番さんの印象はめちゃくちゃ私悪くて、全然目線合わないなと思ってます。もう一度話聞きたいなと思ってます。3番さん、私は一旦後回し、以上。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。変なことします。役持ってるんですけど、自分の発言終わってからチャットですぐ出ます。っていうことだけ言っておきます。6番、8番は、まあ、女っぽするなという部分で共感取れてるらしいんですけども、7番が言ってる要素も別に狼っぽくはないかなと思うんですけど、7番は7番なりに2周目に霊能出てきてもいいんじゃないの？黒べったらそれはそれでって言ってるけど、それはそれなりの進行論だったんじゃないって俺は思ったし、まあ、2日目に黒出た霊能出るんだったらそっから釣りますけどね、俺はっていう感じですけども、7級あたりから霊能しよう出るんじゃないかなっていうふうに思ってて、ああ、これ言ったんなら俺も意味ねえな。騎士です。俺騎士です。チャット打ちません。騎士です。把握お願いします。1番の視点の8強靭に見えるっていう視点が全く共感取れずだから2番の言ってるスケールも微妙だなって思ってて、ただ8番単体に人外要素があるっていうわけでもなく、ただシンプルに絶対7級がセットなわけないしょっていうふうに俺は見てますけど。6番のプレイヤーが発言します。そうだよな、ナナはどうせ潜伏とか言うつもりだったんだろうなって思ってたわ。三四四なら釣るわ。で、9番さんもどうした上でっていう話なんでしょ？邪魔くさいんでそっちから釣ります。っていう感じかな。一番意味がわかんないと思ってるのは1。そもそも8に対して8が強靭だったとしても、仮にだけど。なんで、毒なに狼がいると思うと思うの？むしろ。っていう話。で、さらに言えば、1って8と、8は7に対して、若干の違和感というか、視点を向けていたんだよね。怪しいという。にもかかわらず、8が怪しいって言ってる一番の理解ができないと思っている。個人的には6、7、あ、6じゃねえよ。7、9に釣り切って、1釣りたいなって思ってるかな。現状だと。って話かな。あら？てか、霊能出てなくね？出たっけ？出てないよね。まあいいや。初手の進行論を唱えた人の進行をその通りやらないんだったら、村やる意味ないと思うんで、村負けても関係ないと思ってます。7K には脳死でローラします。で、1が仮に霊能だったとしても、そこは俺は釣ります。もはや。やる意味ないと思ってるんで、この村に関して。はい。以上です。7番のプレイヤーが発言します。あ、まあ、おそらく6番村一なんだろうなとしか思ってないっすね。6番線で7番の組み取れてる部分に対して、結局7番を釣り押す人物でしょ。6番意味不、マジで。8番に関しても、8番自身は組み取れてないなとしか思ってないから、そもそも俺が言ったのって5番が言ってる通りなんだけど、まっとうすぎるから、5番から騎士が出たのはめちゃくちゃ痛いっすね、正直言って。はい。まあ、8番視点で思考開示なかったっていうけど、思考開示をバチバチしてたけどね。8番は話を聞いてないだけね。いや、今の現段階9番狼、2番強靭で2番自身が釣られに来てると思っているからこそ、適当な精査し、1番の2番視点で1番の印象っていいなっていう視点を落としているからこそ、2番強靭硬いなって思っていて、釣られてもいい人物かなって思っていたから9番狼かなって現段階で思うんですけど、ただ9番視点で
6番、8番が印象いいって言ってる人物だから9番、6番、8番がごもっともって言っているけど、自身9番捨て7番に触れた構図、これで信じれると思っていて、9番捨てで多分相方ってなったら3番、4番どっちかかなって思っているけどね。はい、以上。8番のプレイヤーが発言します。お願いします。まあ927のランなんだけど、7が、何それと思っちゃってるんだけど、違うかな、まあ2番さんの印象良くないよね。1番さんが印象いいって言っただけでさ、その他に触れてないしね。で9番さんも初週の発言でさ、6、8にずっとなんかすり寄ってるだけって印象受けるから怪しいなと思ってて、で4番さん把握漏れか、まあいっか。279か、どうしましょうね。まあ9目線は79、2狼でしょ、ね、2番目線どうなんのこれ。ちょっと92の発言聞かないとまだわからない、まだわからないっす。6番さん村じゃない？9番のプレイヤーが発言します。うん、君たちは間違ってんだよ。7番は9番をローで置いてることが非常におかしい。9番の1周目の発言はどっちかっていうと今日だよね。7番して7番は2番に行かねばならぬよ、狂人さん。2番にあなたが行けなかったら死んではないんだよ。うん、グレー精査をしても意味ないんだよ。7番さん、伝えるのは俺が7城を持っていたということだよ。1周目9番は何と言った？6、8は正しい。しかし色はわからない。なぜか一つの番号抜けてますよね、7番だけが。そう、7城を持っていたんです。7番の色はわかるということです。わかりますか？うん。美しいほどの芸術作品とも言える伏線こそが真の証。旧ローでこんなムーブを取るはずがない。ま、組み取りましょう。くだらないんですよ。2番ロー、3番占います。なぜ2番が後半位置に打ったのか。7番が出てきて2番のローは確定したんで、気にはなってたんで、強人が後半位置に打ったのかなと思って新芽を取るために。基本3番。まあ、2番釣ってクロストになるなら1占って、隠し路作りをしてもいいですけども。はい。2番がローです。はい。まあ、人の話を聞きましょう。変なこと言ってましたよね。6と8の色がわからないのに、7番の色は一体この人はどう思ってんだろう。白を持ってたんですよ。2番釣り以上。1番のプレイヤーが発言します。9番さんに言うけど、だった場合ってオートで俺にならん？俺って6番7番の精査をして、8番に関して7番に言っていることが、そもそも狼論ではないですよっていう話をしていて、そこで終わってるから、9番の論理がそもそもわかんないです。その論理を、その論を正すんであれば、9番目線って、21道路だと思わないですか？え、違う？そもそも3番、4番、5番に、6番に関しても言うけど、俺が8番に言ったのって、7番が、そもそも、進行論でも言ったらいいんじゃないの？秒数も残してるし、いや、それって、じゃあ、人外要素になりますか？え、なるんですか？え、なるんだったら、めちゃくちゃ楽な人狼殺すっすよ。9番に関して精査ができなかったんですよ。9番って、初週の盤面下で、9番って何を言ったかって言ったら、殺番の話をしたでしょ。だから精査不能なんですよ。だから増えなかったっすね。ただ7番に関しては、新切り進行でいいかなと思っていて、7番が1番の城を知っている人物ではないと思っているから。はい。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。
まあ、霊能の方出てこないということで、出てきてって言わないと、なんで占い師なんで出ない、言わないんですかって言われるんで、言っておきます。まあ、7番さん、9番さん、どちらが狼かっていうと、9番さんの方が狼かなと思います。9番さんが狼で、ありがとうございます。1番さん、まあ、霊能が指揮をしないと負けるという典型例になると思うけど。なんだろう、今の、まあ、俺が釣られるとかなり苦しくはなるんだが。っていうんですかね、なんか。っていうのは出るべきだと思うね。ちょっとおかしいと思って気になってます。6番じゃないけど、ちゃんとプレイしないとイラ出すわな。なんだろう。霊能が潜伏する。7番さんは、あ、これ。だって5番が噛まれるからすぐ噛まれるんだぜ。3番さんに打ってて、もうすごい強い。これはもう、負けてしまうと思って、出てきた狂人。で、9番さんが狼。卵。はい、9番さんに。言ってください。3番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。そうですね、1周目僕は、9番さんが一番怪しいという発言をしたんですが、そこに関しては1番さんと、まあ、意見は一緒だったんですが、1番さんを怪しまれてる理由って多分、初手の段階で進行論を話してないというだけで狂人目を見たということで、1番さんは怪しいと思われたんじゃないんですかね。僕は特に1番さんは怪しいんでは最初はいませんでした。そうですね。まあ、占い師3人の投票になるんですけど、自分は9か2で迷ってたんですが、今の2番さんの発言であんまり新芽ないなと思ってたんで、2番に、自分に白を打ってくれてるんですけど、2番さんが一番、人狼側なのかなと思ってしまいました。やっぱりまさに入れたいと今は思ってます。以上。4番のプレイヤーが発言します。難しいね。難しいです、非常に。まあ、情報釣りに行くか、それとも一番締めのないところに行くかっていうのは、まあ、その二択っすね。まあ、どうせ明日、なんだろう。まあ、奈良場さんと、例えば奈良場さん釣りますと、奈良場さん釣って、まあ、黒結果出たら、まあ、あれなんで、キューさん破綻で、まあ、奈良か2が死んだったみたいな、そんな展開ですね。別に僕、奈良場さん釣りたいって言ってるふうに言ったわけじゃないですけど、それが、まあ、新芽のない2番さん行くかっていう、まあ、その2択かなっていうふうに思ってますね。いや、ちょっと待ってな。2番さん言ってもし、あ、ないか。情報落ちんのか。2番つって、そうだよね。まあ、ここが決めてくれたらいいと思うんだけど。どれが一番丸いかね。まあ、どれが一番丸いかな。ちょっと。まあ、銃殺なんかであげなくたって。個人的なこと言うと、あまり気は行きたくないな。いきなりバット出てきて、取れないでしょ。で、6の、1周目から6に対する反発は、一瞬強靭の可能性も確かに感じてた部分がある。まあ、霊能潜伏してるんだったら、2日目の占い師が霊能を占う可能性という部分は、飲み込んで潜伏してくださいねっていう部分は言っときます。で、その上で俺しか進行役がいないと思ってるんで、申し訳ないですが、2番に行きます。7級に人狼がいる場合、6、8とやりたいことの連携が全く取れてないと思ってるから、2番で黒引けた場合、6、8ってあるけども、2番白だった時、6、8って弾けるかなと思っていて。浮上するから、まあ、上位置になって。あと、個人的に俺、1周目の最後に騎士 CO したんだけど、7級が 2周目の CO の段階で、俺に白当ててないっていう部分が、7級どっちかにシーンいるんじゃないかなって、雑感で思ってしまってて、これは2番に対しては不当不当でしかないと思って、申し訳ないと思ってはいるんだけども。1番なんで議論で釣るおは、霊能とかだったらめんどくせえよな。まだ7級って芯切れる、足りえる要素ってないかな。9番が殺腕の話をしてた、それが狼要素かって言われると、それもまた微妙っていう部分はあるし、七番さんは多分
やる人なんでしょう、こういうことをっていうふうに思ってるし、2番に関しては初週のスケールっていう部分の評価の仕方が微妙だったし、7と9はもう運命の差なんだよ。もともと潜伏をしようとしていた人と、まあ、上市俺だけに固定してた方がいいとは思うけど、霊能に黒当ててくれたら7番は今考えを見れるっていう部分はあるので、1週目からもう出ることを出るための準備を、まあ、この盤面申し訳ないが俺は2番に入れます。これは運命の差なんだよ。後の人はまあ意思表示するなり好きにすればいいと思いますがって感じです。本当は本来はあ護衛どうしようかな。全プレイヤーの発言が終了。私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番の遺言を発表してください。はい、護衛士は3番さんでお願いします。3番さんは白なんで。あと今言うことは、潜伏するならもう皆さんできる限りすかさずバラさないようにしてもらってお願いします。夜が更けました。人狼占い師の方は夜のアクションを行ってください。その疑いにはどんな根拠があるの？読んで強い位置なんてほとんやん。一番なんてほとんでも釣られるわ。むしろ占った方、占って急に助けなければっていうのも多分噛まれる。占った対象は、うん、いい人狼ではありません。3番がローだった場合にもう勝てないから、絶対に。だから3が霊能ならきつい。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番のプレイヤーが発言します。いやーどうなんすかね。6番で確定紙入ったか。6番自身霊能だった場合って6番自身がもう霊能いるんだったらもう出てきてもらっていいですか。あ、2番黒 OKOK、 マジか。1番に行っておこうか。7番の芯切れるんだった場合って5番の騎士が出てる段階で4番8番の精査し、かつ1番視点だった場合って6番の精査を含む状態の中でグレーズリっすね。1番視点でそういう論唱えるっすね、普通だったら。まあいいや。4番視点で4番自身が難しいなってなった場合って4番8番2番からライン引っ張った場合って まあどうなんすかね。4番8番釣り切ったら勝てるっすけど、話すことはそんだけっすね。あ、まあ、そんぐらいです。以上。8番のプレイヤーが発言します。勝ちじゃん、これ。1音いけばいいんじゃん。1音いけば。うん、7強靭だから。まずね、3番さんなんかめっちゃし、もう芯てかもう白かったじゃん。発言から。うん、で、まあ、9はね、3占うって言ってはいいよ。なんで3占ってんだよ。人外でしょ、これ。強靭でしょ。9神しか置けないんだけどね。うん、で、4はさ、かなりなんかあたふたしてたよね。2周目。え、なんで？初めからも1周目からも、うん、1、2周目からもすごい把握漏れしてるしさ。なんかみんなにこう、触れますって言って触れてるんだけど、全然入ってこないし。なので、まあ、4か1でいいんじゃないですか。もう5番さんに任せる。うん。もう白なんでね。はい。で、3番さんはもうね、例のね。ありがとうございます。ニクロはでかいと思うよ。これ勝てんじゃない？もう1、4釣り切れば勝てるじゃん、これ。まあ、俺黒って言われても困るんだけど、全く黒ですないからね。はい。
なので一応こう釣り切れば勝てますよね。はい。まあ置いといていいよ。はい。以上です。だって2-7でないわ。ない。はい。以上です。9番のプレイヤーが発言します。まあ、プレイが3号の役持ちに、5番は騎士で出るのが早いんだよ。潜伏してる人がいる可能性があるから、6の1の何秒か経ってでいいんだよ。別に5番が最終位置だから。3番から1本指定が入ったとかじゃない限り。で、3番はまあ、出ると黒を打たれるっていうことで出なかったと思うけど、結局、それによって無駄占いになってしまったっていう。村が勝つために1占い入れて、あと4、8の殴り合いが多分一番いいと思う。もうこの緊急事態なんで。まあ、参考に確認したいけど、それとも、まあほぼほぼもう7の芯切ってくれるでしょ。どっか占ってほしいとこある？ 1 の各城作った方が、で、4、8殴り合わせる作戦か、4番か8番占うか。まあ1の各城作って、もうこういう事態だから4、8で最後の勝負してもらうって方がいいのかな。うん、まあ、俺、守りでも入れてくれれば、いいかな。てか、もう、俺の決め打ってくれれば、もう、勝てんだけどな。ああ、7ってもう、普通考えたら、2番行くでしょ、あなた。あなたが、2番行くでしょ。そしたら、俺が、2番が白だったら、俺破綻するんだよ。あなたが死んだったら、喜んで2番行くでしょ。うん。2番がローだと、俺の方が死んだと思っているから、2番に行けなかった狂人だよ。言ったでしょ。俺に解いた瞬間、あなたはもう狂人なんだよ。普通死んだったら喜んで2番行くんだよ。2番の色が白。7視点狂人だとしたら9番を釣れるんだよ。7番捨て。以上。1番のプレイヤーが発言します。8番に聞きたいんだけど、で1、4釣り切って終わんなかった世界戦って、見てます？なんか見てないなぁと。なんか俺、待って、ほんと思考力かもしんないけどさ、8番の行動がさ、狂人にしか見えないんですよ。その場合って、9番、2番狼の8番狂人が一番怖いだから。ちょっと待って。はい、ちょっと待ってください。ごめんね。なんか8番の方が強靭っぽいなと思ってるけど、7番に関しては1白が見えてるっていう風には見えないから。7番が1白を見えている盤面って、1に問いかける必要性がないから、まあ今日に関しては7番釣りでいいかなと思ってるけど、ごめん。俺現状8番の強靭が、拭えきれないから、7番行ったとき9番にも行きたいっす。ごめん、声小さくてごめんよ。それぐらいしか言いようがないっす。まあ、8番が狼っていうのは、3番。のプレイヤーが発言します。そうですね、今の 1番さん的には占い師、2番さんが黒で釣られているにもかかわらず7級王に行きたいってことですかね。今の発言が僕ちょっと違和感かなと思ってしまいましたね。今人狼はもうこの中に一人しかいないんで、まあ普通に考えて7か9のどっちかに強靭じゃないのかなと僕は思ってるんですが、まあ7番さんが9番に入れたことから僕は9番さんを新目に今は見てるので、グレーのとこから僕は行きたいなと思ってたんですが、今の発言で僕はちょっと1番さんに入れたいかなと思ってしまいました。ああ5番さんの意見も。ああ、それが助かる。1言ってくれで、俺の占い幅を消してくれた方がマジで助かるわ。今回は。それが一番いい。一番中心の方は、今日1つって、9が8か4どっちか占います。おありがとうございます。5番さんは9番さん5へ。最高の、最高のステージだ。5番。まあ、俺ずっと6番さん、例のなんだろうなと思ったんですけど、
6番さん噛まれた瞬間に、あ、やべえ、終わったんじゃねって思ったの。なんでかっていうと、6番さんが1番さん、霊能じゃなかったら釣るからねとか言って、霊能だっても釣るからねって言ったから、6番さん霊能かなと思ったんですけど、3番さんが霊能出て、偽なんじゃねえかなと思ったけど、まあ、隠しろなんで、その進行以外ないっす。その進行以外ない。なんか8番さんからああだこうだ言われてますけど、私8番さんのこと気にしてます。1番さんの方が気になってますね。なんか進行的にもそれが一番丸いと思いますね。で、1番さん目線は強人が多いんで、もうここだと思うんですけど、どんだけいるねんという話ですよね。なんか、まさかなんか、1、2ロールなんて安直なことはねえだろうと思って、2番さんの発言も聞きたいなっていうふうに思って、2番がどうして、雰囲気的に俺の方が進行を持ったのか。俺に言ったのは。で、7と9の真意だったら9が真意だと思います。1に囲われたから分かったのか。これ初日からも言ったんですけど、そんなこと言わなくても7、9精査って9番の方が真意色結果持ってる風に見えるから。まあ結果的にも2日目やってもそうですね。で、いいと思うんですけど、どうですか、5番さん。4、8いけば1番いいわ。3番の進行が正しいわ。これを真進行ならば、5番のプレイヤーが発言します。7進行ならそれが1番いい。うん、ごめんだけど、正直落としたいのは4番だったっていうことだけ言っとくね。6番に霊能要素なんてビータ1も感じないし、霊要素あるのって3、4どっちかだと思うけど、3、4どっちか噛んでしまったら残ったラスローが露呈してしまうから噛めなかった安直6神っていう感じにしか見えてないんだよなっていう考えなんですけどね。1番ってもう絶対強人じゃないっていう部分しかわからなかったけども、それを言ったことによってグレーズリー盤面だったとき1に縄かかりやすい状態になってしまうから、だからラスローだったときの勝ち筋は限りなく狭めてると思うんだけどなって思ってますが、3番さんせめて今日出たなら今日バシッと言ってほしかったな。あと9番さんごめんなさいね、出るの早くて。うん、同じ話なんだよね。グレーどっか落としてどっか統一占いしてその色結果で考えるっていう、うん、それが一番いいんだよ。ほぼ急進進行を取ってるんだったら急の色が好きだからさ、もう正直どっちも守れるから勝ち確盤面なんですよ。4番がローなら6噛んだ理由なんだろうな。1、うん、肉ロー引いた俺に免じて今日4行ってもらえやせんかっていうことだけ言っとくね。全プレイヤーの発言が終了しました。これから、その疑いには、俺は1位がないばいいだけだから、隠し色になったらあれだから1って、本来は4でいいよ。ただまあ1番がわけわかんないから1番いいけど、俺だって4でも8でもどっちでもいいもん。投票が終了しました。追放されるプレイヤーはゲーム終了。おお、村人陣営の勝利です。5番さん、お役割れたからか。